放送日本の加藤でございます。今日は247回目の JI フォーラムで、自民党の石破茂議員とそれから東京工業大学の西田さんに来ていただきました。一つ最初にお詫び申し上げないといけないんですけども、今日は石破さんはですね、もう朝から5つぐらいの対談をこなされたということと、それからこの後もどうしてもっていうのがこう入って、ちょっと1時間10分ぐらいで集中して、まあ2時間分をそこに濃縮して、話をしたいということなもんですから、あらかじめお詫び申し上げます。その後ですね、もし残っていただける方がいらっしゃれば、石破さんから伺ったことをもとにして西田さんと私で少しそれをまとめるっていうのは必要ないわけですけども、一般的な話として、その今からこの今の日本で本当はこういうことを考えてもらわないといけないじゃないかとか、それから後ろ今日はテレビ局が全部来て、カメラが回ってますけれども、メディアの方も大勢いらしてます。ですからメディアの方にもですね、こんなことをもっとこう考えていただいたらどうかなというようなことを少し話をしたいと思います。今日は考えることの多い総裁選という若干思わせぶりなタイトルなんですけども、考えるっていうのは何を考えるのか、誰が何を考えるかなんですけども、多分安倍総裁総理はこの総裁選でそんなにこうあんまり考えることがないという状況なのかもしれないですけども、石破さんはもちろんその今の政治の状況、あるいはその今後その石破さんが政治の世界で何をやっていこうかというようなことをいろいろ考えておられるんだと思います。それもあります。しかしそれだけじゃなくて、その本当はやっぱり自民党の中全体、あるいは野党が状況で、何ともこう緊張感のない国会になっているわけですから、野党議員も、あるいはジャーナリズムとして、あるいはさらには私たち全員がその考えないといけないことがいっぱいある状況なんだと思うんですね。政治そのものもそうですし、政治の中身についてもそうです。そんなことを想定してこのタイトルをつけました。一緒にいろいろ皆さんご自身でお考えいただければありがたいなと思っています。よろしくお願いいたします。それじゃあ、お願いします。